新感覚パーマツイスターって書いてあるんですけど、この絵わかります？井上先生。はい、はい。ツイストって知ってますか？ツイスト。はい。まあ、なんとなくですけど。ツイストって何ですか？その書いてある ねじったような。これですか？これ？ええ、これですよね。これ知ってますか？このツイストって。あ、そっちのツイストですか？知ってます。そっちのツイストはあまり詳しくないですね。ああ、ですよね。ツイストといって、いわゆるなんか こんなようなやつですね。足こんな風に上げるやつですね。っていうのを想像する人は、多分60代以上じゃないかなっていうの思います。ツイストって踊りが ありましたけど、大昔の流行った踊りですよね。で、それではなくて、今日は、コブラツイストです。知ってますか、井上さん。知らない。まあ、あまり詳しくないです。そっちはあんまり詳しくないです。コブラツイストかもしれない。はい。じゃあ、コブラツイストはやめます。今日はヘアスタイルの話です。ですね、こっちのツイストでもコブラツイストでもないんですけども、最近、ツイストとスパイラルっていうパーマが流行ってます。で、うちで大流行りってことではないんですけれども、なんか、最近、ちょっとお客さんに言うと、話が通じちゃうんですよね。あ、いいね、それ。今度やろうとか、まあ、今やってとか、そんな感じで、ちょこちょこ、そういうパーマが出始めてるんですよね。で、遅いんですよ。その全体から見たら、もうツイストパーマって、結構やってるところではもう、本当に1年ももっと前から、どんどんやってますよね。で、それが、まあ徐々にこう、下の方にっていうか、例えば、都内の、原宿、青山あたりでしかやってないものがだんだんこう広がってきていって、まあ、うちの方、埼玉ですけども、ちょこちょこ、まあ、埼玉って言っても、皆さん東京に通ってますから、そんなに田舎の人じゃないんですけど、そういうお客さん、情報がこうお客さんの方に伝わってきて、なんかちょっと話すると、やってみるとかって、そういう感覚になってくるんですね。で、ツイストとスパイラルって別のものなんですけども、今日、ウィッグ使って注意してますけれども、ツイストすることってひねる。ツイストってひねるっていうことですよね。ひねるとかねじるですよね。で、スパイラルっていうのは、螺旋状のことですね。で、巻き方も、螺旋状に巻くことをスパイラル巻きで、ひねることをツイストって言いますけれども、要するにこのミックスなんですね。ツイストすると、その今のこれひねるとかねじるっていうのはどっちかっていうと、綺麗か汚いかで言えば、まあ、汚いって言っちゃったら言葉悪いですけど、まあ、そっちの汚いような質感ですよね。これ綺麗さじゃないですね。で、スパイラルっていうのはそういう汚さはなくて、むしろこういい感じのこうカールで、双方ともにですね、強さがありますから、ツイスト感っていう、いわゆるこうジジレッとしたような感じのツイスト感をどれだけ出すのか。で、その中にスパイラルっていうこのカールをどれだけ出すのかっていうミックスで、スタイルというか、その作ろうとする状態が変わってきます。で、もちろん、ツイストなしでスパイラルももちろんありですよね。もう10対0で。で、スパイラルなしでツイストもあります。まあ、今日それやっていきますけど。で、それをミックスさせると、ヘアスタイルっていうのは本当に、ツイスパってこれっていうものじゃなくて、すんごいいろんなスタイルがあるんですね。ツイスパという一言で、僕くくった時にですね。で、今からですね、まずはちょっとですね、ネットで、何でも今ネットで調べられますので、ネットでですね、ちょっとこういうどんなもんかっていうのをちょっと調べてみたいと思いますので、一
け、こう共有で、マッシュとツイストっていうのを調べるために、そのまんまですけど、じゃあマッシュ入れます、ね。空白入れて、ツイスト。ってやるとまたコプラツイストになっちゃうといけないんで、パーマ入れますね。コプラツイストの技法かなんかでできちゃうと分かるんで。はい。これで回したけど、これよりはちょっと小さいと思うので、これでも小さいですよね。イメージわかると思うんですけど、今、マッシュとツイストということで、ツイストパーマということで、あ、そうか、これ、カーソル出てはいるんですよね。一番左の上の方、ここですね。こんなイメージですよね、流行ってるのは。これ21年秋って書いてありますけど、こんなイメージ。で、これ、まあ、マッシュですから、マッシュのカットですよね、当然ね、これ。で、それぞれ、まあ、マッシュという、もう長さ、それぞれ違いますので、まあ、そこでスタイル違ってきちゃうんですけど、その中に、パーマが全然違うんで、それぞれイメージ全く違うと思うんですけど、もうすごい、こう、ハードなものから、ツイストしてんのっていう感じに見えるのからですね、いろいろあると思います。ずーっと下の方に行って、まあ、ちょっとすべて細かいですけど、まあ、この下の左のなんかあんまりはパーマ、ツイスト感そんなないですけど、こうずーっとこんな感じですね。結構ストレートっぽいのもありますし、すごいくるくるしてるのもありますよね。まあ、これ出せば無限に出てきますよね。今お客さんも注文するのこんな風にしてっていうのは大体このスマホでこんなの出してると思うんですけど、じゃあマッシュでこういう、まあマッシュで書けるのが、まあ一番多いと思います、需要としては。じゃあ今度ですね、フェード、フェードと、ツイスパ、ツイスパで入れてみましょうか。ツイスパで。フェードとツイスパ。そうすると、まずベースになってるカットが、まあ、マッシュっぽいのもありますけど、マッシュでフェードみたいにしたのもありますけど、すごいまず、フェードが、ですから、下の方すごい短いですよね、もちろんね。で、こういうふうに書けてあるんですけど、フェードの方が、すごいツイスト感が強いのが多いんですよ。ジリジリ感が。こういう感じですね。ちょっと細かくて、あれかもわかんないですけど、こんな風にですね。で、まあこれ各、お店で発信しているものですから、実際のお客さん使っていることが多いんじゃないかなと思いますけど、まあとにかくこんな感じで、まあフェードが流行ってるのはまあもちろんそうなんですけど、フェードだからといって、パート入れて、バーバースタイルみたいにするっていうんじゃなくて、まあ昔は、ちょっと前までそうだったんですけど、最近はそうばっかではなく、まあもちろんそれも流行ってるんですけど、そうばっかではなくて、こういうものが今すごく需要があるということですよね。まあこんな、これもう本当に、じゃあこ今の別の共有にしますので、これ一旦ここ消しちゃって、やってるのがですね。はい。ということで、今ちょっとネットで調べたら、そんな感じで、イメージがちょっとつかめたんじゃないかと思いますけど、で、ちょっとですね、まあ、フェードとちょっと、ツイスパとちょっと離れますけど、メンズヘアの変遷ということで、今日まで、そして明日から。伊藤さんが撮ってます。伊藤裕二さん。今日まで、そして明日から知ってますか？知らない。私は今日まで生きてみましたって知らないですか？伊藤裕二さんは知ってるはずです。はい。はい、吉田拓郎です。生きてみました。はい。それ全然今から言う話全く関係ないんで、ここちょっと飛ばします。どっからメンズヘア語るかで全然違うんですけど、昔の話をしてもしょうがないので、まあ最近のブームっていうことで、
二大ムーブメントがあると思うんですよね。二大ブームが。まあ、それは一つには、まあ、バーバーブームって言われてるように、まあ、バーバーブームイコールフェードじゃないかもわかんないですけど、フェードのようなスタイルですよね。まあ、代表的なのはですね。まあ、そんな刈り上げなくても、パートを入れてるっていう、バーバーブームが流行る前に、パートを入れたスタイルっていうのは、まず、若い人ではなかったですよね。ほとんど。それが、この流行としてパートを入れるというものが、まあ、最初に出てきたような感じだったんですね。でもそれってもう、10年近く前じゃないかなと思いますけれども、で、そっから、なんかどん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 こう進んでいって、こう刈り上げが進んでいって、こうなんか競うように薄くなっていって、まあ、スキンフェードみたいなところに来たっていう感じだと思うんですね。で、まあ、スキンフェードも、残るとは思うんですけど、まあ、うちのお客さんの中でだと、スキンフェードした人がちょっとまた厚めにし始めたりするっていうのもあるんですけど、まあ、一つのそのバーバーブームっていうのは、まあ、バーバーブームってヘアスタイルだけじゃなくて、サロンとしてのバーバーブームもそうなんですけど、それ営業の意味でもですね。それと、もう一つは、やっぱりマッシュですよね。で、マッシュっていうのは、K-POP マッシュって書いてありますけども、やっぱこっからが、発祥だと思うんですよね。韓国の、アイドル、ね、男性アイドルがしているっていうようなスタイルが、流行っていったっていうことだと思うんですけども、まあ今、若い人で、本当に、もう、ほとんどの人がマッシュっぽいですよね。マッシュっぽい頭だと思うんですよね。その、フェードとかそういう刈り上げ以外ではですね。まあ、マッシュって言ったって、こう、応用していけば、どん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 していけば、フェードのちょっと長いのような感じになったりとか、まあ、近づくんですけど、それと、マッシュって、本当にここまで流行ってくると、まあ、前はおしまい、ちょっと動画で言わせていただきましたけど、ミディアムヘアという基本のヘアに対して、マッシュっていうのを一つの基本っていうふうに捉えても、もういいんじゃないかっていうぐらいに、マッシュっていうのは応用が効く一つの、ハブ的なですね、ハブ空港のような、そんな感じの位置づけじゃないかなって思います。まあ、そのマッシュですね。まあ、韓流じゃなくても別に、まあ、韓国と外しても別にマッシュでいいんですけど、今。まあ、大昔のマッシュっていう、ビートルズの、あれですかね。ビートルズって言うとなんかロングヘアっていうふうに言われてますけど、昔のですね。その昔はマッシュでしたよね。本当のマッシュルームカットでしたよね。まあ、そのマッシュとはちょっと違いますけど、でも、原点はそのマッシュなんですけど、キノコみたいな。で、その二大ブームっていうものが、まあ、バーバーブームでは、やはりそこからフェードという、まあ、代表的なものが出てきたということですよね。それと、K-POP マッシュ、マッシュというスタイルも、カットがもうバリエーション、本当に刈り上げをすごい高くしたり、薄くしたり、厚くしたり薄くしたり、高く短くですね、それとか、サイドの刈り上げと後ろの刈り上げもつなげちゃったりだとか、もういろんなカットのバリエーションがありますよね。それとか上の方にしても、本当にこう、まあ、ボブっぽい感じのマッシュだったりとか、まあ、それとかもう上の方はこう、ずんずんちょっと立たすような、ちょっと立ち上がりがつくような、だけど、カットはマッシュ。そのレイヤーをどんどん短くしていったような感じ。カットバリエーションっていうのはありますよね。まあ、そこでさっき言ったその、ハブ的な存在だっていうのはもう、それが、そのゆえんなんですけど。それと、K-POP マッシュってなんか、まあ、私もあんまり、アイドル詳しくはないんですけど、なんかでも、金髪みたいなっていうか、ブロンドヘアみたいに、こうしているような、ブロンドだけどちょっと色が入ってるみたいな、そんなようなマッシュって、結構なんか、アイドル見てるといるなっていう感じするんですけど、まあそこまでやるのはやっぱりちょっと、自由が利くような立場の、まあ、学生だったり、職業だったりすると思うんですけど、でもそんな中でマッシュっていうのがカラーもいろんなものを出していった。で、そんな中で
まあ、マッシュ、昔からパーマがなかったわけじゃないんですけど、このパーマっていうものがマッシュに、もうやっぱちょっとこうストレート飽きてきたというか、もうやっぱもうちょっとアレンジしたいということで、パーマというものに、バリエーションが出てきた。だからマッシュもカットのバリエーションとカラーのバリエーションとパーマのバリエーションということであったんですけれども、そんな中でマッシュに合うパーマっていうのがツイスパなんですよね。まあ、合うっていうのは、結果的に合うというかですね、流行ってやっぱりみんながやるからこうかっこよくなっていくとかっていうのはあると思うんですよね。マッシュ、ニグロマッシュとか、ニグロでマッシュがもしみんなやってたらそれはそれでアフロのマッシュなんて あんまり見ないですけど、あるのかもわかんないですけど、結果的にツイスパというものをマッシュがこう踏むきっかけというかですね、になったということなんですね。で、そのツイスパっていうのがマッシュだけじゃなくて、フェードもやっぱりなんかストレートだとなんか、応用効かないからということで、やっぱりそこに向かってきたんですね、ツイスパに。で、時代はツイスパなんですね、今は。時代はツイスパ。まあ、パーマも、まあ、昔からいろんなパーマ流行ったりしたったりしてきましたけれども、やっぱり今は時代はツイスパなんですね。で、今、ツイスパという言葉で検索すれば、もう出てきます。ツイスパで出てきますので、今私がここで適当に作った言葉じゃないです。で、ツイスパっていうことでも、ですね、さっきスパイラルと、ツイストのミックスでいろんなバリエーションができるって言いましたけれども、じゃあそれをですね、このその下の部分なんですが、ちょっとこう並べてみると、そんなツイストしないで、ふわふわっていうフェミニンみたいな感じの、ふわふわっとしたようなパーマもマッシュには合うと思うんですね。もう全然ツイストしないで、もう綺麗さを出して、しかもそんなチリチリさせないで、こうふわふわしたような。そして、まあ今流行りの本当にツイスパ、いわゆるツイスパというか、そんなチリチリにしないようなパーマですね。だけど、ツイストが入っているということですね。そして、その右側は、パンチパーマも、しばらくパンチパーマなんていうのは流行んなかったですよね。これパンチパーマ、若者がパンチパーマかけるなんていうのは何十年ぶりでしょうかね。30年。もう、30数年ぶりじゃないですかね。若者がパンチパーマかける。まあ、いわゆる濡れパンっていう、まあ、うまい言葉で、やってますけれども、濡れパンっていうのですよね。それに代表されるものなんですが、まあ、これは、マッシュで濡れパンはちょっとないと思うんで、もうフェードですよね。フェードで濡れパンっていう、まあ、これもパーマですよね。そして、その、濡れパンのイメージ、要するにパンチパーマのイメージが、と、ツイストのイメージをミックスさせていくと、そこの行った先にはですね、ドレッド風の、本格的なドレッドじゃないんですけど、ドレッド風の、まあ、ソフトドレッド風のやつですね、風ですね、あくまでも。のものが、あるということなんですね。これ、ちょっとうちでもですね、なんか、ここのとこずっと何人かですね、思うような、本当にこれも、昔日議会でドレッドを発表したことありましたけども、あの時使ったような、あの時のドレッドみたいなのをお客さんが注文する人がいてですね、こう何人かちょっとやってるんですけど、あ、これもまた流行り出したんだなっていうことで、ただツイストとソフトドレッドって、こうずっと行っていけば、どん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 行けばツイストになっ、ドレッドになっちゃうっていう、まあ同じものなんですよね。言ってみればですね。っていうことで、その下の並んでる4つの中では、この左の方はソフト傾向で、右の方はハード傾向で、まあツイスパっていうかまあメンズのパーマも本当にソフトからハードまで今あるっていうふうに思います。じゃあですね、ここで。まあ、今日はズームですから、ライブですから、自由にですね、皆さんご意見、ご質問、ご意見、
何言ってるのか分かんないよとか、そんなことでいいですから、背中邪魔で見えないよとか、何でもいいので、言ってください。なんせ一人でやってますので。今からやるのは巻き方です。巻き方の基本ですから、スタイルではないんですね。で、今、説明したその概要の部分と巻き方の部分ということですから、まあ言ってみれば、スタイリングっていうのは今日は全くなしです。でも、その巻き方をスタイリングに応用していくということですので、これ、スタイル的にはですね、マッシュっぽいというか、長いですけど、こんな感じですよ、長さは。これはですね、これ、めくると、こんな感じで厚めにこう、取ってます。こっちも、ここでつぶろくになってます。まあ今やっぱり、流行りは、こんな厚くないですよね。もう流行りはここ取っちゃう頭ですよね。で、後ろも、やっぱり刈り上げといって、で、パーマかけると特にそうなんですけど、ここ刈り上げといて、この上の部分が、やっぱりここに長さがないとダメですよ。この長さが本当に遊びになるし、もう横から見た時のこのシルエットもですね、からずーっとこっちに上がってますよね。で、上の結構、もうここ飛び出ててもいいぐらいだと思うんですね。で、また、パーマかけてその毛先の遊びがこう出ててもいいし、まあ、ここもそうですけど、まあ、正面もですね、正面だって、やっぱり、こういうところって、パーマかけるってことはもう本当、遊ぼる頭ですから、もうシルエット的に飛び出ててもいい。だけど、かぶってる上の毛がなかったら、その遊ぶこともできないですよね、この毛も。まあ、これってそんなに段差ないですけど、この毛がなかったら遊べないですよね。だから、やっぱカットがまず必要なんですけど。で、まずはですね、太いロットで、ちょっと巻いてみますけど、まず巻きます。ちょっと太めのロットですね。さっきツイストとスパイラルとあって、10対0もありって言いましたので、じゃあちょっとスパイラルっていうのを、スパイラルっていうのはですね、これはもう言うまでもなくですね。スパイラル。これ巻いていって、ずらして、こうですよね。こっちからずっとずれていきました。これスパイラルですよね。これ問題ないかな。まあもちろん、今のそのツイスパということでは、ひっくるめてのツイスパブームですから、この頭はスパイラルでやった方がいい。とかっていうんであればもうスパイラルのままですよね。で、今度これに、ツイストを入れます。ツイストスパイラルですね。で、ツイストスパイラル、まあ、いろいろやり方だっていっぱいあるんですけど、基本的にはですね、これ今、こっちに流そうとしています。こっちにですね。こっちに流そうとしています。で、これをですね、流す方向の逆にひねります。で、こうですね。こんな感じで。剥がす方向の逆にひねる。で、これも本当にいろんな書き方というかその手順があって、ペーパーも先にペーパー挟む、まあ、その人というか、そういう技法もあれば、ペーパー後からやる場合もあるんですけど、ペーパー後からってどういうことかっていうと、ひねっといて、ここでペーパーを押さえるような感じでペーパー入れるんですよね。でも、やっぱりペーパー後からって、本当にハードにかけるには、ちょっと不向きかもしれません。こんな感じですね。ペーパー後からですね。で、ペーパーを先に、
ペーパー先にやっちゃうってことはどういうことかっていうと、もう完全にこう、こういうふうに、ペーパーごとひねる感じですね、こうやってですね。こういう感じで。で、ここ今、毛先なんですけど、ここって外れやすい場所なんですよね。で、ここ引っ掛けたらどうなるか。ここ引っ掛けたらこれすごいしっかりかかってます。こうやって。こうやってしっかりかかってます。で、これってどういうカールができるか。まあ、これが多いんです。こうやって掛けることも多いんですけど、どういうカールができるかっていうと、これ絶対外れないんですけど、毛先まで、こう毛先は、ドットに対して直角に入ってます。まずはですね。で、そこで、その時にペーパーを引っ掛けてもいいんですね。ペーパーを引っ掛けといて、まだ毛はほとんど引っ掛かってなくて、ペーパーを引っ掛けといて、そこから巻き込んでいくような感じですね。で、そういうふうにすると、だからもうペーパーだけってことなく、やっぱり毛も少し入りますから、毛先結構しっかりかかりますよね。そうすると。で、じゃあ、ペーパー、毛先をですね、もっと外すと、どうなるかっていうとですね、これ外すとですね、ここもし完全に外れてたとしたら、こうやって、まあでもこれゴムをかける位置だとかですね、これゴムでしっかり押さえてるかどうかによっても違うんですけど、これが、今ここに毛先入ってますけど、この毛先がもし完全に抜けてたとすると、こうやってですね、このぐらい、こんな抜けることはないと思う。まあ、もちろん掛け方はありますよ。中間だけ掛ける、巻き方もありますので、そうするとどうなるかというと、まあ、後でやるピンカールもそうなんですけども、パーマ掛ける前っていうのは、前回のパーマとかあって、意外にこう毛先までカールがあるな、という感じがあったとしてもですね、これで薬液処理すると、手先のパーマっていうのは元あるパーマっていうのも取れちゃいますので、結構ハードにかけてしまうと、毛先とのバランスが取れなくなっちゃうんですね。ですから、毛先外すっていう技法もあるんですけど、あんまり外しすぎちゃうと、バランス取れない場合もありますので、まあ、ゴムでしっかり押さえるとかですね。まず、毛先、斜めになってればいいんですけど、という毛先の注意をしなきゃいけないですね。それと、こういう太いロットでも、本当に緩くかける場合と、結構きっちりかける場合があるんですけど、今ですね、こうやって見るとですね、縄のようになってますね、ここがですね。で、縄のようにならないで、見た目、巻き終わった時の見た目は、ツイストをやったのかどうかわかんないような仕上がりというかですね、ちょっとスパイラルじゃないかと思うぐらいのというかですね、ちょっと隙間見えてないですね、こうやって。これもありですよね。で、どのぐらいツイスト感を出すのか、どのぐらい出さないのか、で、どのぐらいスパイラル感を出すのか、出さないのか。で、パーマだと本当に緩いパーマもありますから、スパイラルといっても、もうスパイラルしたのか、パーマ、カールあるのかないのか分かんないぐらいのパーマでもいいし、そのツイストも、本当にこれツイストしてるのっていうぐらいの緩さでもいいと思うんですね。で、それはもうその人によってだし、特に最初にかける、一番最初かけるときっていうのは、あんまり最初からハードにしちゃうと、ちょっと抵抗がある人もいます。まあ、でも今は結構、お客さんが、スマホで、こんな感じにとかっていう注文するぐらいですから、もう、イメージが明確の場合も結構あるんですけど、まあ人にもよりけりで、こっちから進めたりするような場合には、いきなりそんなことするつもりなくて、利用店来て、なんか進められて、じゃあやってみようかなっていうような場合には、まあちょっといきなり強い、ツイストパーマだと、ちょっと抵抗あるかもわからないので、本当に緩くからスタートするのがいいかなっていうふうに思います。で、こういう太いロットでやる。っていうとですね、だから5つの項目やっていきますので、
で、今みたいにちょっと太いロッドでやるっていうのが結構多いと思うんですけど、フェードもツイストパーマだと、まあ、結構強くかける、ハードっぽくかける人が、まあ、多いというか、その方が似合うかもしれません。ですから、ちょっと細いの、まあ、細いのって言っても、まあ、これですけど、やることは同じなんですけど、でも、これだって、こういう細いフェードで、フェードで細いロッドで巻くにしても、ツイストをしないで、スパイラル。もちろんこれありですよね。ありということで言えば別にスパイラルじゃなくたっていいんですけど、普通のパーマももちろん当然ありなんですけど、まあ、今のそのツイスパっていうことで考えると、これでもいいと。で、ツイスト全くしないの、スパイラルでも、そういうのもいいと。で、今度ですね、ここで、これですね、先から巻いていく場合と、元から巻いていく場合があるんですけど、こっちに流します。こっちですね、ひねるのは。先から巻く場合と、元から巻く場合があるんですけど、じゃあ、元から巻くとどうなるか。福岡さん。はい。いいですか。はい。ツイスパの場合って、こう、今さっきこう流す方向がこうだからこっちに、ま、ねじるって言いましたけど、それ本当にこう、やってて、違いありますか？ですね、方向が、まず一つにはですね、ツイストといっても、まあ、ピンカールも含めてですけど、ツイストといっても、方向関係ないようなツイストかけるときには、まず一つは、方向はまずなしで考えて、同じことをずっとやってもいいっていうのがまず一つ。それともう一つ、今の質問ではですね、どっちにひねったからどっちに巻くかっていうことですね。方向じゃなくて。で、これは、ここがですね、私も、流す方向の逆にひねるっていう言い方には大体しないんですよ。ひねった方向の逆に巻くっていうような言い方をほとんどの人がします。でも、どっちを先に決めるのかって言ったら、流す方向なので、やっぱり、流す方向の逆に、まあ、ひねるのが、先にやるのはひねる方ですから、流す方向のひねりなんですけど、じゃあ、左に巻くのに、向かって左に巻くのに、右に巻きます。右に巻きますね、こうやって。右に巻きますよね。で、左に、これが、まあ、正しいっていうか、効率的なっていうことですね。で、じゃあこれを、じゃあその逆にしてみますね。逆にするってことは、こっちですね。こっちに、左にひねっといて、左に巻きます。左に巻きます。これとこれの違いがあるのかないのかっていうことですよね。今の質問は。はい、この違いは、私も最初本当に分かんなかったです、これ。分かんなかったけど、でも、日技会の研修会で、何十年も前に、ツイストや、どれか。ピンパーマみたいに、はい。ちょっとこう、ワンカールとか、はい。ぐらいの、ニュアンスをつけるパーマの場合は、どっちにねじるとかっていうのは、はい。違いがあると思うんですけど、はい。もう、そんだけねじっちゃうと、もうどっちにねじっても、私なんかもう仕事でやってますけど、なんか違いが全然わかんないような感じなんですけど。そうですね。関係ないのかなと思って。私は実はですね、何十年も前の研修会の時にそれは
出たんですよ。やっぱり一つの課題として出たんですけど、で、そんなのもすっかり忘れて、今やっぱり、その、巻いた方向の逆に、あ、ねじった方向の逆に巻くっていうことを、誰でもそれ言ってますよ。それ言いますけど、本当かなと思って、ずーっと考えました。で、その時に、一回ひねって、どっちに巻く、こっちから巻く、こっちから巻くっていうふうに実験してったら、わかりました。やっぱり、同じ方向に巻いたら、戻ってました、カールが。カールが、なくなってました。でも、なくなるって言って、じゃあ、ぐる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 巻いた上に、これが少し、ちょっと戻したところで、そんな変わんないのと、全部そういうふうにしたら、別にそれは、10-3 で、7で、全部7で巻いてるだけですから、全く問題ないんですけど、でもそれは、じゃあどっちか、ここはこうしよう、ここはこうしようってやったら10になったり7になったりすることになりますので、まずは、そのひねった方向の逆に巻く方が、ねじりは緩まないっていうのは、まず一つは絶対正しい理論だっていうことですよね。それとさっき言った、どっちに巻くっていうのは、これまた別問題で、全部がですね、同じ巻き方を全部頭全体にやったっていいと思います。別に流す方向なんかなくたって、直上っていうか、一つの毛束に一つのこうツイストができるっていうだけのことですから、それは問題ないと思うんですけど、まあ、今の質問はその、ねじった方向と巻く方向のどっちか左右の違いっていうことの質問ですから、これは、これ、野川君、実験してみてください、ぜひ。はい。これ、はい、ツイストだけでやったら、ツイストだけでやったら、あれで、あれかもしれないですけど、その上にロット巻くじゃないですか。はい、はい。だから、そのねじりが緩まるとか、はい。そういうの、ないのかなって思ったりもするんですけど。でしょ？私もそう思ったんですよ。ずーっと考えました、私、それ。で、それでは、私もやったんですけど、はい。なんか違いが私は分かんなかったんですよね。だから別に。それで、なんで分かったかっていうと、ひねらなくて、一回転ぐらいやったときに、どっち巻いた方が、毛束が緩んでくるのかなっていうふうに見ると、あ、なるほど、これかっていうのが分かります。巻く方、ねじる方向と巻く方向は逆だの方が効率的。でも、例えばじゃあそれは非効率って考えたときに、全部非効率であればそれはそれでいいけど、で、効率と非効率をミックスさせたときに、それデザインでそういうふうにしたんであれば、それもまたいいと思いますけど、やっぱりちょっと、それ、方向っていうことを考えるんであればですよね。でも方向を考えないだったらもう全部、一番こっちの方が得意で、こっちに巻いた方が得意だったら、全部それはそれで同じようにやってもいいと思うんですけど、っていうことです。はい。よろしいですか。そこはですね。はい。平巻きだとやっぱ分かりにくいと思うんで、縦巻きの方が、今の右ひねりに対して左にロットを巻いていくっていうのは、うん、緩まない法則なんで、うん、ロットを縦に配列するときにはそれが顕著に分かりやすいですけど、うん、平巻きしちゃってるときには、うん、おそらく多分今どっち回転っていうよりも、うん、下巻きに巻いたらもうほとんどどっちに毛先を収めるかだけになりますよね。でも、どっちに巻くっていうのは、例えばじゃあ、この毛束に対して、これロットこっちに あるのか、こっちにあるのかだけのことですね。こっちにあるのか、こっちにあるのか。こっちにあるってことは向かって左に巻くんですから、ねじりは右に巻く。そうですね。こっちにあるってことは、右に巻きますから、ねじりは左ってことですね。そうです、そうです。だから、そう、ロットの配列、ロットを縦巻きのスパイラルにする方が、まだ、ああ。わかりやすいってことです。縦巻き。縦じゃないってことは何だ？平巻き？いや、ほとんど今もうそれはツイスパなんて平巻きで収めちゃいますけど。
単純にそのねじりに対してあのロッドをだからツイストを右回転させたらあのロッドに巻いていくのは左回転にしていかないとカールがゆるあのツイストが緩んじゃうっていうのはそれはあの縦にした方が分かりやすいところですね。ただ、スライスが、あの、長方形っていうのは、なくはないんですけど、長方形にしといてツイストにするってことは結構寄せますよね、この両側を。ですから、まあちょっと少ないと思うんで、どっちかというと正方形とか、三角ベース、その時の余り具合によってもそうなんですけど、三角形とか、まあ、ちょっとこう丸っぽいような、四角っぽいようなあのスライスが多いと思うんですね、これの場合には。じゃあ、さっきちょっと話してたのは、あ元から巻くのかさ、先から巻くのかでしたよね。元から巻くのか、先から巻くのか。あ、元から巻くってことは、あ、これさっきやりましたよね。あ、それともう一つ。はい。あの、小塚さんが今やってたツイスト。はい。はいねじりなんですけど、はい、その巻き方でやると、根元、はい、変な癖がつきません？ですね、じゃあ、それも後で言おうと思ったんですけど、私は根元必ず指で挟むんですよ。はい、指で挟む？根元を。うん、あの、人差し、ペーパーをまず挟むじゃないですか。ペーパーつけるじゃないですか。挟んで、はい、そしたらもうそうですそうですそこで、はい、あのいやその指を根元までぐっと持っていって、はいはい、そこでもう押さえておいてそこから右手でねじるんですよ。そんで根元は指1本分ぐらいちょっと開けとくんですね、はい、あここそこで、はい、ロットで巻くときも最後の半回転はさせないようにしてます。あなるほど。じゃないと根元に変な癖がつくんですよ。つきますよね。はい。これまあデザインだと思うんですけど、でも本当に強くするんだったら、こっからまたもう一回これひねってかけることもあるんですよね。そのぐらい。それやっちゃうと、根元変な癖がついて、つきますよ。スタイリングするのに、あの割れちゃうし、そうですね、だそこは必ず私は開けるようにしてるんですけど、その指一本上から、はい、どんだけハードにしていくかっていうことを考えてやってますけどね。はい、今のいわゆるツイスパってそのぐらいの方がいいと思います。いいと思うんですけど、まあ広い意味ではデザインってことを考えると、元かけるのか中かけるのか先かけるのかってことを考えたときに、先から元で終わる、このぐらいストレートもありだと思うし、先外して中だけかけるのもありだと思うし、いろんなデザインがあるとは思うんですよね。でも、やっぱり、さすがに今のスタイルをやってるっていう、あれだと思います。今のご意見。今のスタイルはそうだっていう感じですね。ちょっと今日は、そのハードなものからソフトなものまでっていう、幅広くやってるもんですから、ちょっとそこまで言っちゃったんですけど、はい。それとですね、ツイストスパイラルの中で、このロットで巻くのに、スパイラルなしで巻くっていうこともあるんですよ。で、それはどういうことかっていうと、ツイストはします。スパイラルなしってどういうことかっていうと、スパイラルなしってことは、ツイストしてるのにスパイラルなしってことはずらさないってことですね。ずらさない。で、これどういう時に使うかっていうと、結構根元外し、まあこれちょっとね、細いロッドでやってるもんですから、強いイメージがあるかもわかんないですけど、根元を本当にかけないときに、とかですね、それとか短いときですね、もう本当にちょっと何回転かの場合には、スパイラルなしのツイストでロッドってこともありますよね。で、これで次ですね、次いきますね。今2番目の、あ、それと今これ下から巻いて、さっきの上から巻きましたけど、きっちり巻く場合には、下からの方がいいですよね。で、もう、ふわっとっていうか、
巻く場合には上から、さっきみたいに上から巻いてもいいんですけど、上から巻くときって、ロッドが邪魔になっちゃうんですよね。で、そんなにきっちり巻かないようなときには、邪魔になってもこの空いてるところを巻けばいい。空いてるところを巻けばいいってことで、で、丸い円に対して直線のロッドですから、意外に邪魔になったところでこう浮いてますから、案外こう、かけられるんですね。で、こうやって、ソフトにかけるんでしたら、もうこの、こういう上から巻いていった方がいいかもしれません。で、まあ、下の方はちょっとインタールでやるとかですね。で、結構ハードにかけるんでしたら、まあ、細いロッドも、太いロッドもそうですけど、きっちりかけるんでしたら、やっぱり下からスライスを取って、あ、ブロック取ってスライス、あ、チップを取って、下から巻いていくと。で、まあ、その時に、下から巻いていく場合には、まあ、ちょっと今日これはみ出ちゃってますけど、このスライスの線で、ロッドの頭が収まるようにするってことはどういうことかっていうと、このロッドの、こっからここまで、このぐらいずらすんでしたら、こっから巻き始めるとかですね。これ巻き始める。巻き終わりがロッドの端っこになった方が、あの次巻くのに邪魔にならないです、ね。下は、あの、下を巻くのはいいんですけど、上を巻くときに、上を巻くときに下のロッドがあるっていうのは邪魔ですよね。このロッドがこんなになってるとここ邪魔ですから、まあ、それは注意しないといけないと思うんですけど、2番目ですね。じゃあ次行きますね。次はピンですね。ピンカールです。これで、これですね。で、ピンカールも結構、失敗は、失敗してます。失敗いっぱいしてます。いっぱい失敗してます。本当に、あら、強すぎちゃったとか、あ、毛先ストレートになっちゃったとか、いろんな失敗してますけれども、ピンカールも本当にツイストとカールのミックスです。で、まずはですね、ツイストだけ。ツイストだけ。で、あ、これはもう普通に。これツイストしますよね。まあ、これも本当に強弱ありますから、もう、1、2、3、こんなもんでいい場合もあるし、ぐーっと巻いててもいい場合もあるんですけど、まあ、このぐらいですかね。で、さっきのその元の部分なんですけど、ここでですね、巻いていくと巻いていくと、ここに、どんどん巻いていくと、ここに団子がまたできるんですよ。団子っていうか、ぐっと戻すと、ここに別のカールができるんですよ。こう、ぐるっとロッドで巻いたような、このカールが。それでやっちゃうと、なんか巻くの、すごい時間かかって苦労するんですけど、巻いた後で、もう全然こう変な方向に行っちゃうんですね。で、しかもそれがところどころにあったりすると、なんかすごいおかしな頭になっちゃうので、強めでも、ちょっとその手前でやめる方が、いいと思います。ただですね、まあこれだって、大昔に地議会で、ドレッドの研修会やった時に、ドレッドのベースにやるパーマ、はこれでやるんですけど、その時のパーマはこれはもう手でも、もう巻くのめんどくさいんで、グラインダーじゃなくて、何でしたっけ、回すやつ、ドリルじゃなくて、作りましたよね、こう、ドライバーの、電動ドライバーみたいな、回すやつですね。で、そうすると、どうなってるか、どん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 、そのさっきのコブがですね、ずーっと出てくる。こうやって、もしパーマかけたら、どういうパーマができるかっていうと、これでパーマかけると、もう黒人のグワーッとした頭ですね。爆発した頭ですね。でもドレッドってまず長い毛をこれでやるんですね。で、これ外して、で、今度は編み込んでいくという、もう7時間、8時間、長い毛だったらですよ。そんな、もう1日にその人だけやって終わりみたいな。もう弁当持ってきてもらう。でも、今はこんなのはもちろんないですよ。その手前というか、こうなり始める手前でやめた方がいいんですよっていう。強くても、この胸までひねると、ここからなんか行きたがるんですよ。ここでやめといて、これですね。これツイストのストレートですね。ツイストストレート。で、これもですね、今ちょっとステムピッて低くしましたけど、これだって、根元あまり押さえたくないなと思ったら、ちょっと立ち上げといて、これたくさん巻いていくと、どこでピン止めたらいいのかってありますけど、まあ止まるところでピン止めるんですけど、こうやって。
ここちょっと少しだけ持ち上がってます。ここに。さっきよりもですね、少しだけ、もう持ち上がってるんですけど、そうすると、なんか少し、ペタッとした感じはなくなりますね。まあ、ツイストですから全体かけると結構わーっと広がりますけど。で、これがストレートですね。ピンカーのツイストストレート。で、今度はツイストカールですね。ツイストカール。ツイストの、ツイストストレートも本当に緩くも、もっとスライスを太くしてですね、スライスを太くして、1、2、この程度で止めとく。っていうのももちろんありですよ。で、そんなので、変わるのかっていうと、本当に変わりますよ。ストレート、かけないのと、1、2、そんなに荒い感じのかけ方でも、全然感じ変わります。そのぐらい変わるってことですね、ツイストは。ツイスト感っていうのはですね。で、今度は、ツイストしといて、ピンカールですから、あ、そうです。まあ、普通のピンカールだったら、まあ、普通のピンカール意味ないですね、ここでは。意味ないけど、こうですね。まあ、これはこれでまずもちろん奥深いんですけど、で、今度ツイストピンカールですから、ツイスト、これ、どのぐらいツイストするかは、ツイスト感をどのぐらい出すかですね。で、ピンカールをどのぐらいのカールにするのは、かは、これは、別にスパイラルじゃないですから、ただのカールを作るだけですから、どのぐらいのカールを、まあ、要するにピンカールをかけたときに、どのぐらいのツイストなしのピンカールをかけたときに、どのぐらいのカールを出したいかってことを考えて、あ、ツイスト感がこのぐらい、カール感がこのぐらいですね。で、これはもうちょっと方向が出ますから、例えば、左リバースに巻いたら、右もリバースに、フォワードならフォワードに、っていうふうに考えた方がいいですね。で、今のはこれ平面なんですけど、じゃあこれをですね、ちょっとリフト上げますね。上げといて、こうひねっといてですね、今度ここで立体的に、上からこれピンで止めると、どうなってるかっていうとですね。こっちですね、これですね。これ今、ぐーっとこう立体的になりました。立ち上がってぐーっとか。この平面的に寝かしたのと、こっちとは感じが全然違います。ですから、ここはこうだなとか、ここはこうだなとか、下の方だったらやっぱこうだなとかですね。それともう一つはですね、今の真逆のやり方でですね、例えばですね、今度ダウンステムです。こうダウンステムにします。そして、まあ、ひねるのはひねりますね。で、今度は上にカールを乗せます。そうすると、どうなるかっていうと、これ、さっきのとちょっと似てるんですけど、これは、上から下ですね。今度はこれは跳ね上げました。で、こうするとどういうふうにかかるかっていうと、例えば、まあ、これちょっとイメージで作ったものなんですけど、ですね、例えば、この中にですね、ちょっと見えにくいかもわかんないですけど、たったこの毛束だけが、ここじゃない、ここでいいですか。たったこの毛束だけが、こういうふうに跳ねてる毛があるとしたら、こういうふうに跳ねてる毛があるとしたら、これがあるとないのとでは全然違うんですよね、デザインの中で。で、やっぱりパーマでやってると、いつもやっぱここが収まんなくなるんですね。収まらないというか跳ねるんですよ。で、さっきみたいな書き方をここに1個のしていくと、こうなります。ですから、あ、ここはちょっとそういうふうに3つぐらいそういうふうにした方がいいなとかっていうのを考えて、やっぱり、外跳ねですよね。外跳ねもデザインに応じて入れてくるんですね。まあ、それもツイストピンカールでできることですね。っていうのが今ですね。で、じゃあ次はですね、3番というか、4番、パネル、あ、このパネルですね。このパネルっていうのがですね、これがうちで、こんなのっていうぐらいに、ちょっと、流行りまではいかないんですけど、もう30年ぶりに、なんか、全然違う他人なんですけど、こう続いてるんですよ、そういう人が。まあ、これはこれでちょっと時間かかっちゃうんですけど、何をするかというとですね、
これですね。これ本当に日委員会の大昔の研修会のドレッドの時に買ったやつですよ。もう本当な、10年ぐらいは使ってなかったですね。それがここ1年ぐらいの中で結構使うようになりました。で、長さ、これとこの長さのやつがあるんですよ。これ、日委員会のその研修会の前に、東京のなんとかっていう先生が教えに来てくれた時に、その人が開発したものなんですけど、それ買ったんですけど、長いけれども、これだけあれば結構できちゃうんですね。で、これ先端にこれ、ピンがあります。でも、これあるんですけど、別にこれなくてもできちゃうんですよ。短いの欲しいなと思って、これを半分に切ったんですけど、これは。半分に切るとですね、こっちが、この、引っ掛けないんですよ。このフックみたいなのがないんです。でも、それでもできます。これ、もともと短いのは、フックがあるんですけど、で、これで、じゃあ何をやるかっていうとですね、さっきのピンカールで、ツイストストレートをやったとしても、やっぱり、ツンとした、こう、まっすぐ感のものって、やっぱなかなか出にくいんですよね。で、やっぱりそれだと、やっぱりこういうパネルを使った方がいいんですね。結構それって長い手の人が多いんですけど、そうすると時間かかるんですけどね、これ。すごい時間かかります。時間かかるんですけど、やってみてですね、あんまりこれ巻かない方がうまくいくなって最近分かってます。巻かないって言ったら巻きすぎない方がかっこいいなっていうのは。これはピンで、ここ上と下をピンで留めるんですけど、これですね。そうすると、これ、ただこれ、何が大変かっていうと、巻くのはもう単調な作業ですから、ちょっと根性だけでいいんですけど、1駅つける、2駅つけるっていう作業がすっごい大変なんですよ。で、前に日委会の研修会の時にゴミ袋をこう切って、こうやってっていうやり方あったんですけど、この間もそれやったんですけど、どうしてもどうやったんだったかなと思って分かんなくて、でただもうこれやるときには本当にもうすぐに流せるようにシャンプークロスとか全部巻いちゃってもうさっと流せるようにしといてやった方が水もシェービングクロスなんかだったらもう垂れちゃったりしますのでクロスはもう防水のものやってないとダメだし、まあ、顔にかかんないようにしてもちろんしなきゃいけないんですけどでも慣れるとなんとなくこうでもこれ1本だけだから想像つかないかもわかんないですけど全部巻いちゃうとどうなるかっていうとブワーッとですね頭の上に、わーっとこういう状態ですよ。全方向に。それが全部の、何本ぐらいですかね、全部の。ただ、これやるときに、大昔は前頭が多かったんですけど、今はもう、下の方はバッシュみたいにこう刈り上げる人が多いです。っていうか、もう、刈り上げないとダメですって言った方がいいですね。これやるときには。まあ、そのぐらい、もう下まで巻くのはめんどくさいし、実際に刈り上げちゃうと、ターバンやるのも楽だし、かっこいいですよね。やっぱり今のマッシュ系の頭でやった。で、これもですね、ひねりの度合いがあって、強くも弱くもできるんですけど、これも失敗した部分なんですけど、こうひね、なんかこう、お客さんがもっと強く音がって言うと、なんとなく強くって書けてあるんですけど、これもひねってことですね。ここに、今まだ、一つのひねり方向で、どんどんひねって、ここにコブみたいな、あ、今もうここになんか、コブっていうか、なんかぐるっとここに、ちょっと、うんちみたいなっていうか、コブラっていうか、なんか、あ、コブラ。コブラツイストって言いましたけど、なんかこれに出ますかね。はい、これ出始めたら、やめ、出る前にやめっていう、こういう感じですね。で、ここで、これでも今ちょっとひねりすぎたかもかんない。でも結構、ハードな。で、これ絶対チオです。薬は。しかも、巻く前にチオたっぷり全部にチオつけといて、で、巻いて、まあ、巻くときもチオつけながら巻くんですけど、で、まあ、仮にちょっとつけ方ムラになったとしても、絶対効く、まあ、イメージとしては効くようにっていう感じですね。で、注意することはまずここを巻きすぎないということが一つなんですけど、最初はですね、これ何人かやる中でも、幅すごいチップ短い、1.5 センチの正方形ぐらいでやってたんですけど、そんな小さくしなくたって、このぐらいの、これ2センチ半ぐらいの、
このぐらいで、ひねりもですね、ひねりも、この程度ですよね。これだっていいんですよね。しかもこれでやると、案外ソフトな感じなんですよ。で、ただ、これとさっきのとの違いは何かっていうと、これはツイストパームですけど、こっちはソフトドレップ。あの、セットするときに、このセットがまた迷うんですけど、この、あの、やっぱここ残っちゃうんですよ、この、あの、分け目がですね。流してもこの通り流れてきます。別にここ止めてるわけじゃないんですけど、あの、残ってるんですね。で、それをそのまんまの仕上げで、お返ししちゃうんですけど、このっちの太い方だと、案外こう溶かし、こっち溶かさないんですよ。こっち溶かしちゃってもいいんですよね。溶かしても、やっぱりなんかこう、ひねりたがるんですよ。毛が。こうひねりたがるんですね。で、まあこれはまあお客さんにもこうやって、こう、こっちにこうひねってくださいとかって、まあこうですね。こうやってやれば、ちょっとつまんでこうやってやればひねる。ひねられるというかね。だから、あの、これからも、もうちょっとやっとしたら、こっちの方をやった方がいいかなっていう感じでした。で、でもこれ、いずれにもこれストレートです。スパイラルじゃなくてストレート。で、これで、スパイラルできないかなと思ったんですけど、スパイラル無理です、これは。で、もしこういうのでスパイラルしたいんであれば、もう針金ですよね、よく。針金バーマティ。針金ドレッドとかって言うんですけど、針金、ちょっと太い針金の、根元はちょっとこう丸くしてある感じの、ああいう製品があるんですかね。それでやると、ツイストしといて、こう、ジリジリとこう、スパイラルにもなっているという、まあ、また別のドレッド風というかですね。だから、もう、このツイスパブームの中での、行き着いた先が、ソフトドレッドだと思うんですね。ソフトドレッド。ふう、またはふう。ハードじゃないです。あの、パンチパーマは、もう、行き着いたところまで行ったと思うんですね。濡れパンっていうものは、もう本当に行き着いてると思うんですよ。もし、流行ってなかったら、おかしいですよね。濡れパンの、あの頭を、本当に、流行じゃなかったら。10年前にあれやったら変ですよね。その、フェーズは別としても。で、まあこれもですね、今はそれはドレッドが流行っちゃったらもっとあれですけど、今、最高にその、そっち側に行った頭がこれぐらいだと思うんですね。ツイスパの。でも、まあ、ツイスパとはもう言わないかもわかんないですけど、その、まずその先端に、最右翼か最左翼か、どっかにあった、どっちかなっていう感じです。で、これがですね、ピンですね。あ、ピンじゃない。パネルですね。だから、パネルは強くするのか、弱くするのか、強くするならスライスも細かく取ってしっかりねじる。ちょっとストレ、軽めにかけるんだったら大きなパネルでねじりも軽くするということですね。で、次はですね、アイロンです。この、案外今までに人外でやったものって、研修会でやったものって、本当に、あの時の研修会のあれっていうのが、もう、とにかくあるんですよね。で、アイロンの研修会もやりましたけど、その時にも、ツイストしてスパイラルしてるんですよね。で、たったそれだけのことなんですけど、ただ、アイロンでやるっていうのは、綺麗じゃないですよ。綺麗じゃないっていうことは、ツイストが、その、さっき言ったイメージの中で、綺麗が汚いかっていうと、汚い方のイメージ。汚きゃ汚いほどいいってもんじゃないんですけど、アイロンでやる、その、まあ、短い時なんかアイロンにいいかわかんないですけど、のっていうのは、独特です。ですから、長い毛ではあまりやらない方がいいって言ってね。で、アイロンでやって、それが気に入った人だったら、アイロンでやるといいと思うんですけど、パーマでやった人をアイロンでやったら、ちょっと気に入らないかもしれません。まあ、その人によってあれですけど、だから違うものです。アイロンでやる、ツイスパっていうのはですね。で、じゃあまずですね、アイロンも、まあ、これもですね、ツイストとスパイラルありますから、まあ、これでもちろん、こう丸いロットですから、スパイラルだけ出すとできますよね。毛先ちょっと丸めといて、
これスパイラル。ツイストしてないですね。これスパイラルですね。で、そうですね。これも、やっぱり独特なカール出ます。これも。これもですね。こういうですね。こういう独特なカール。それでしかも、パーマと違いますので、乾くとこういうカールが出ます。で、今これツイストしてないですね。で、このツイストするとどうなるかっていうと、ツイストしといて、毛先から、これ毛先から巻く場合には、もうこれグローブから巻いちゃいます、こうやって。意外にこれグローブって熱いんですよ、これ。こう、触れないくらい熱いんですね。毛先から巻く場合にはですね、これ、今これツイストして、スパイラルで置きましたから、毛先はそんなに強くないですけど、やっぱりこれねじれてます、こういうの。さっきのツイストしてないカールとは全然違うんですね。で、今度は、元から巻いてみますね。元から巻くってどういうことかっていうと、元から巻く場合には、毛がないと、毛の長さがないと、ここで挟めないと巻けないんですよ。ここで挟めないと。それと、短いと結構熱いです。左の手が熱いです。で、今ちょっと手先ちょっと入ってなかったんで、ずらしましたから、ね、ずらして挟まきました。ちょっと手先まで。まあ、毛先外すんでしたら、そんなことしなくてもいいんですけど、こうですね。元から巻く、先から巻くっていうのがあります。これがアイロンですね。で、アイロンはですね、まあもちろん薬つけてやるんですけど、まああんまり強い薬は使わない方がいいと思います。それに、もうこんな、例えばこれ今ちょっとここ、なんかリーチしてやるとここにありますけど、見えにくいんですかね。ここに今ちょっとブリーチしてやるとあるんですけど、もうこんだけアイロン、薬つけただけでダメですよね。こんなのは。酸性のやつだったらいいかもわかんないですけど、でもこっちは黒でこっちブリッジしてますから、もうやらない方がいいですね、このやつは。でですね、アイロンの場合には、じゃあツイストパーマ進めるのに、どんな感じっていうのを進めるのに、まあもちろん今もそうやって、写真がいっぱい、スマホで入れますから、イメージわかると思うんですけど、実際自分の頭になった時にっていうのがわからないと思うんですね。それで、薬をつけないで、ちょっとこうやってひねる、最後のセットですよ。で、こうやって、いくつかですね、こんなようなのをやってみると、セットして最後にですね、ちょっとひねっといて、で、こうやって、それをいくつかやってみると、なんかイメージがわかると思うんですよ。例えばですね、それを、まあ、ワックスつける前ぐらいの時に、結構こう、スクラッチグローで出しといて、こう癖出しといて、ちょっと出しといて、それで、例えばじゃあこのあたりに、こうやって、こういうのを、まあ、今もこれちょっと最初からイメージ作ったり出てますけど、ところどころこうやってやってみるんで、そうすると、あ、こんなイメージになるんだってのがわかりますので、進めるのには、薬つけないでやるのも一つの方法だと思います。で、技法、今これだけやったんですけど、ちょっと後でこれ、まあ、今日薬はついてないんですけど、外してみますけど、今、濡らしてかけましたので、ちょっと乾くと少しイメージわかると思うんで、ちょっとこの後外してみますけれども、その前にですね、ちょっと少しでもこう乾く時間を見るためにですね、ちょっとまとめとしてですね、やっぱり、これ、今流行り出したじゃなくて、もう現実流行ってます。現実に。ですから、お客様に勧めるだけのもう土壌ができてる。ベースができてると思います。で、現実もこうやってスマホでツイスパーって出せば、もういくらでも写真出るわけですから、もうそれだけでも説得力があると思うんですね。で、やっぱいろんな、
これ今映し出してるんですけど、これですね、鏡と鏡の間に、こうやって、モニターがあるんですけど、まあ、コマーシャルもいろんなコマーシャルも作って、画像出していってるんですよ。こういうの今出してるんです。結構多めに出してる。店で出すには全く問題ないと思うんですね。で、こうやって、出してるとですね、これ今スライドショーでこう、どんどん出てますけど、こっちから進めなくてもお客様がなんとなく、あ、こういうの流行ってんだっていう、まず予備知識というかですね、そういうものが、進めてみることだと思うんですね。軽いのか、それとか、ちょっとだけだってあると思うんですよ。何も全部かけなくても、前の方だけとか、ちょっと上の方だけとか、それとかこう、そうですね、ツイスト感少なくして、スパイラルっぽい感じだったら、マッシュのこの周りの部分2個とかですね、それとか、上の方は普通の平巻きで普通に巻いといて、下の方だけちょっとスパイラルとかですね。まあ、ロットとピンカールの組み合わせは、もう下の方でボリューム出したくないんであればとか、短いんであれば、ピンカールをこう下の方は入れるとか、まあ、いろんな組み合わせができると思うんですね。で、とにかく、そんないきなりすごいのじゃなくていいので、どんどん進めてみるといいと思います。で、本当に最初も言いましたけど、情報は、そのさっきの、その、どっちに巻いたらカールが緩むとか、どっちに巻いたらカールが緩まないとかっていうような、そんな理論もそうだし、このスタイルにはこんな風にしていったらいいとかっていう、たったその、いろんなヘアの情報いっぱいある中で、たったその、ツイストスパイラルというだけの情報でも、しかも巻き方なら巻き方っていう情報もいっぱいあるし、とにかく何でもありますよね。それが YouTube ですね。だから、もう情報はとにかく YouTube に満載ですので、調べようと思ったら検索すれば何だって出てきます。それと、さっき言った、進めるのに、こんな感じだよっていうことで、アイロンでですね、ちょっと何箇所かイメージ作って、まあ、これ洗えば取れちゃうからってことでやるといいと思いますよね。すみなしでアイロンかけるですね。で、じゃあちょっとさっき巻いたのをですね、少し外してみますね。どんな感じになってるのか。ここはスパイラルだけですね。スパイラルだけですから全然ねじれてないです。ここは、ツイストしてますので、スイッチだけじゃないみたいな。あ、今引っ張ったらもうこう、ちょっと、まあ全然効いてないですけどね。引っ張ると、取れちゃいますね。擦りつけてないので。まあ乾けば、もっとイメージわかると思うんですけど、引っ張らないように。あ、ここ。なんとなくこうねじれてて、カールがあるという感じですね。まあ、実際にかけるとしたらこれすごい弱い方なんですけど、かけてないのと、たったこれだけなんですけど、これかけるのとでは、結構イメージ違いますよね。かけたくない人に対して、緩いからってやってみたら、嫌ですよ、絶対に。そのぐらい違います。緩くても。スパイラルちょっと出てますけど、これにツイストをどのぐらいの強さでツイストやるか。緩いしか。これ、太いロットですから、もうどっちにしてもスパイラルは緩いんですけど、で、ツイストって、特にピンカールのツイストは特にそうなんですけど、不規則ですよね、こう、流れ。まあ、狙った通りやるんですけど、案外もう、ね、どっち行ってもいいように、狙わないで、規則感を狙うと。ってこともありますね。これ今、毛先結構ストレートですけど、毛先が巻き込まれてないとこういう感じなんですけど、これ、ここ毛先ストレートで、こっちがすごい強、チリチリになってたとしたら、やっぱバランス悪いですよ。やっぱり少しこうカール入ってないですね。で、あ、毛先外れちゃったと思ったら、ペーパーを上から乗せてもいいし、ゴムだけ上からかけてもいいですし、
補う感じですね。で、こっちはですね、これは、これ外すのもですね、外すのも大変なんです、このパーマって。巻くのも大変ですけど。今これストレートですから、なんか何もなってないみたいなんですけど、ねじれてますから、これ全体こうなったら、やっぱりぐわっという、ドレッド感になるんですけど、流しても、溶かさない限り、強くかけたらこれが残ってるんですよ。で、こうやって緩くかけると、流したらもうそのスライスほどけちゃうことが多いんですけど、あえてもう逆に溶かしちゃってセットすることもありますので、で、こっちはもう本当ソフトドレッドで、こっちはドレッドとは言わないですね。やっぱツイストパーマですね。で、さっきより細いので、一番最初よりも細いので巻いた部分ですけど、フェードには結構合うと思うんですけど、ね、これはツイストしないで、ツイストしないでスパイラルだけですね。ここ、これツイストしました。で、毛先ちょっと弱い感じですけど、まあ、これはこれで、それなりのイメージ。でも、この根元のひねりですね、これよりも強くなっちゃうと、ちょっととんでもない方向に向いちゃうというかですね。前髪って上げたい人が結構多いんですよね。だから、上に巻くのも一つだと思うんですね。で、こうやって今見たときに、このそうですけど、なんか、どっち行くのかわかんないような感じで、こう、予想外、想定外の方向にこう流れるんですけど、まあ、それはそれで面白いと思うんです。で、こうやったときの毛先のちょっとストレートっぽい感じを作るのか作らないのか、じりじり感を作るのか作らないのかとかですね。ただ水巻きですから、もちろんこれ引っ張ればまっすぐです。まだ濡れてますから。ここですね、なんか不規則の感じですね。そして、これですね、ピン。ピンは、ツイストだけです。ツイストストレートです。ツイストストレート。カール全然ないです。ピンカールの場合には、ツイストストレートとツイストピンカールでは、もう別物じゃないかと思うぐらい違いますね。ツイストストレートだけでやるっていうのは、結構難しいんですけど、でも、案外お客様が、こういう頭ってそんなにいつもやってるわけじゃなくて、初めてとか久しぶりにやったりする人が多いもんですから、大丈夫かなと思っても、意外に気に入って帰っていただけるっていうところです。これ全部カールはないです。ねじりだけです。で、こっちの上はですね、あ、これ、そんなツイストしてない。これはぐっちゃぐちゃにひねりってやつですけど、こんなのありえないですよ、今。今こんなのありえないですけど、これ今水巻きだから、ちょっとこれ今水巻きだからカールがなくなっちゃって、触ってるとどんどんまっすぐになっちゃいますけど、このイメージとしてはまあそういうような感じですよね。これは、上、立体的に平面じゃなくて立体的に立ち上がらしておいてこうなんですけど、立ち上がらしておいてこっちに来てるんですけど、ただ、ひねってるもんですから、きれいに下に行くというよりも、なんか、意外に想定外の方向に行ってしまう。で、ここはですね、これは、ダウンステムで、上に行ってますから、こっちに、こうですね、こういう感じです。これですね。これ。収めなきゃいけないところに、これが入ったらですね、収めなきゃいけないところにこれが入ったら、気になってしょうがないぐらいですよ。収まんないんですよ、これ。どうしてくれるのってぐらいに。だから、本当に計算で、あ、ここにこういうの作りたいな。まあ、もちろん毛ですから、ちょっと抑えには収まっちゃうんですけど、
自然に何もしないでやった時にいいですね。で、特に、このツイストパーマもまあ本当にいろいろで、ツイスパもいろいろで、ふわふわにするような場合には、またセットも変わってきますけれども、まあ、セットもいろいろですけど、ツイスト感を強く出したような場合には、あんまりセットをするというよりも、ちょっとまあ、あんまり濡れててもあれなんで、こう乾かしたら、まあ、ジェルとか、まあ、ジェルとワックスをミックスしてもいいですけど、ちょっと固まる、ちょっとワックスで固まる、ちょっと固めで固まるっていうような、そんな感じで、要するにウェット感ですね。まあ、ジェルじゃなくても、ウェットグリースみたいなのでもいいんですけど、それプラスちょっと固まるような、うまい具合。こんな感じがいいと思います。で、あとはもうこうやって、手で収めるとか、立たせたり、押さえたりして、手で収めるっていうことですね。ということで、まあ、今日10時半頃の予定なんですけど、何かご質問なり、ご意見なり、ありますか？熊本の宮原です。はい、どうも、こんにちは。お疲れ様です。はい。大体皆さん、料金設定どのくらい取られてますかと、時間、やっぱ3、4時間とかかかるんですかね。はい。これはもう別物です。これ使うのは。これは別物です。もう今のツイストパーマからこれはもうちょっと除外してもらっていいと思います。これが本当にきっちり巻いたら、すっごい時間かかるし、まあ、うちそんな高くは取れないんですけど、やっぱり、1万いくらとかって、まあ、でもね、取ってるところは、ドレッド風になってくると何万も取る人もいますけど、でも普通の、ツイストパーマで、軽いのだったら別にプラス料金なくてもいいんですかね。普通のパーマ料金で。で、あとはもう店の判断だと思うんですけど、でもどのぐらいひねったら、いくらプラスとかって、ちょっとなかなか決めにくいんで、やっぱりもう、この人は、もういくらだな、カルテにいくらだなって書いてあるとか、なんかそんな感じでもいいような気がするんですけど、自由だと思います。もう普通のパーマ料金から、プラス500円だよ、プラス1000円だよとかでもいいですし、自由に設定していただければいいと思います。でも料金、まあスマホで何でも出てくるっていうけど、ホットペッパービューティーで見れば、料金出てきますよね。ツイストパーマ、ベンズのツイストパーマってやれば、近くのサロン何人かこう見てみれば、美容室の料金わかるんで、まあそれは美容室ですか、シェーブなし、ってことですけど、まあそのあたりも参考にすればいいんじゃないかな。はい、ありがとうございます。はい。すいません。他には何かございますか？こんばんは、お世話になります。昨日はどうもお疲れ様でした。何か、そうですね。やっぱ、昨日の、それこそ、リング工務での、あれは、本当に、今もたまにあれは使うんですけど、スライスを取るときに本当に早くて便利がいいなって思ってた。まあ、今日のちょっとあれとはちょっと違うんですけども、それを一番に昨日は思いました。はい。そうそうそうなんですかね。はい。今日はダメですか。はい。いやいや、今日はいや、いろいろ勉強させていただきました。またこれ、それこそ明日からの営業に取り込みたいと思います。はい。これね、今全国別に、青山だけが流行ってるってわけじゃないですから、全国どこでも流行ってますよね。はい。かけてるとき流行ってるというか、だから、はい。どんどん進めていただければって思います。はい。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。他にどなたか、まあ、ここ変だっていうところを言っていただければ。いやー、そうですね。まあ、いろいろと、まあ、見せていただきまして。うん。はい。まあ、特にここがおかしいっていうのは、私は、まあ、そう別にあまり感じなかったんですけど、はい。ただ、やっぱりさっきの巻き方の問題ですか。どっちにうん、やっぱりああいうのはさすが、まあ私もやっぱり実際お店でやってても、ちょっと悩んだ時はありましたよね。うん。うん。
あでも本当、今日は本当いい、ちょっと参考にはなりました。はい。ありがとうございました。はい。そうですね。案外、何も考えないでやってもかかっちゃうんですけどね。かかっちゃうっちゃかかっちゃうんですけど、でもそれはやっぱり理論だってことですね。はい。それと、今日そうやって本当に全体的なこの概要の部分という幅広い部分から、今日まで、そして明日からというその部分から、巻き方の部分だけなんですけど、これ、今度スタイリングということで、一つのツイスパを作るっていうことになってくると、やっぱりカットはどうの、そぎはどうのとかですね、巻き方どうのとか、まあ、もっと言えば薬はどうのとか、っていう感じで、こう、すごく幅広く、セットはどうしてるとかってこうなってきますんですけど、まあ今日は本当に最初の一歩ということで、やらせていただきました。質問なければ、よろしいですか？そしたら、これで終わらせていただきます。ゆびた、教育部長、私の方からは以上です。せっかくなんで、会長、なんかご挨拶ありましたら。ありがとうございます。こんばんは。今日はありがとうございました。ちょっとパソコンで私なんかやると、ゆびたさんちのパソコンが壊れちゃうそうなので、すいません、携帯から失礼します。なかなか、ちょっと、あまり私はツイストとか、そういうことは、店では、営業では、まあ、めったにやることないんですが、改めて勉強させていただいて、まあ、興味を持って、勉強できました。ありがとうございました。まあ、皆さんも、これから、まあ、いろんなことを取り組んでいただいて、あと、まあ、こんなことが勉強したいとか、こんなことをやってみたいっていうことがあったら、もう、遠慮なく、言っていただければ、またその都度、対応させていただきながら、また活性化していけたらなというふうに思っています。よろしくお願いします。ありがとうございました。次回は、来月13日、毛利さんに、お願いをしてあります。内容はまだ今のところちょっとはっきりしてませんが、また決まり次第、日進会だより、並びにホームページの知らせの方は配信させていただきます。では今日はありがとうございました。最後に、斉藤先生にご挨拶をして終わりたいと思います。では斉藤先生にありがとうございました。ありがとうございました。